身長のあるあのスターティングファイブですね。桜木 JR です。そして指揮を取りますのはこちら桜木 JR スーパーバイジングコーチです。前節の2桁得点、そして久保田義明、前節はゲーム2、7アシスト、さらに石井康介、さらに韓国の主砲イー・デソン。まず最初のポゼッションは三河です。まずは久保田がボールを運ぶ、いやここはレイマンに運ばせます。最大のポストフィードだったりっていうところを見ていけば、はい、ボールの動きが少し変わってくるのかなと思います。石井康介キックアウト、ガードナーユーロステップ、スミノからレイマン、レイマン打っていく、いいですね。前にガードナーです。ガードナー強い。ファウルもあってエンドワン。デソン、ここディフェンス。マーティスます。インサイド寄ってますね。さあここ。逆サイドから西田は決めた。レイマンに対してムバ、イデソンスピンムーブ決めました。ミラーにレイマン、ムバのピックアンドロール、そして入る、入った、エンドワン。そうですね、シェーファー、ガードナー、そしてオーガストがいます。これをどう打ち破るか、富山、マーフィーからムバ、ムバがエルボーの位置からのショット、マーフィー、もう一度マーフィー、ムバ、ミラー、ミラー来るか、来たー、ミラーの今日3本目のスリー成功、左のコーナーからのスリー、さあ前走っている、いいレトン、レーマンインサイド、さあ先ほど待ったムバとガードナーのマッチアップは今度はガードナーが勝りました。エンドワン。ワンワンですね、このね。この勝負に来ます。ダブルチーム来てないですか、ね。スピンムーブ。決めた。ここはガードナーが勝りました。いやこのレイマンのプッシュですよね。レイマン。抜けた。ファルマーテンドワン。イーデソンのからオーガストラ合わせ、リバウンドは。富山が取った。さあこれが最後のポゼッションになるのか。ムバ、ムバ決め切った。終盤までわからない展開の中、ホームの三河が勝利を手にしました。